ちは。ジロ。今日は髪を切りに行きます。罰ゲームですよ。は？何が？罰ゲーム引いたじゃないですか、この間。あのね、一言言わせてもらっていい？悪いけど、別に罰ゲームで髪を切るわけじゃないから。先に言っとくけど、よろしく。ちょっと説明すると、占い師にさ、あなたはおでこにね、チャクラが開いてるから、おでこを隠しなさいと。出会った人たちがみんなびっくりしてしまうから。俺、こいつ何言ってんだろうな、このババアとか思ってたんだけど。なんか、時が経つにつれて、ある時鏡見てたらなんかここに目玉が見えたんだよね。あれってこれのことみたいな。やべえ、俺洗脳されてきたよとか思ったんだけど。でその時に、まあなたはそのうち髪の毛を切りますよって言われてたんだよね。だからまあそういうことなのかな。わかる。はい。そうだから、罰ゲームボックスで髪の毛を切るっていうのを引いたわけではなく、初めから決まっていたことなんだよ。まあでもそういう世界もあるんじゃないの。今これ映ってんじゃないもしかして。これ YouTube でしょ、やっぱ YouTube だったらもうチャクラぐらい取れるんじゃないの。ね、まあそのおばさま曰く、普段は隠せと。とりあえず前髪切った方が僕の人生って良くなっていくんですかって聞いたらば、そのおばさんがちょっとムッとした顔して、違くて、あなたにいいとか悪いじゃなくて、あなたが出会った人、会う人たちに対してその方がいいからっていう。ちょっと怒られたんだよ。でもちょっと怒られたんだけど、その瞬間にピンときたわけ。あ、なるほどなと。人にとっていいことだったらやった方がいいかなと。だから、あ、そっか、俺髪の毛伸ばしてるっていうのは人に迷惑だったのかなとか思って。そうですよ、迷惑ですよ、はっきり言って。ずっと切ってほしかったです。, 笑っちゃうね。じゃあもっと早く言ってくれればいいのに。ずっと言ってたじゃないですか。そうだっけ。そうですよ、散々言っても全然切らなくて、すっかり汚いボサボサの髪になって、人生どうなっていくのかなって心配してましたよ。まあいいよ、 OK。 でもとにかくね、罰ゲームボックスどうたらこうたらじゃないから。違いますよ、あの罰ゲームボックスで髪の毛切るって聞いたから切るんですよ。お前俺の話聞いてた。まあいいや、 OK、 分かった。まあとにかくね、プロセスはどうであれ結果そこに行く感じなんで、とりあえずまあ今日10センチぐらい切ってみよっか。いや、ダメです、坊主です。ないないない、もういい、行こう、もう行こうよ、もう雨降ってるし。ピュー、はい、これで OK、 行こう。お願いします。伸ばすとおっしゃっていたのに突然 ね、切ることになりました。なんと言っていいのやそうですね。一応あのお写真を拝見させていただきましたけど、あんなに切っちゃっていいんですか。え、何それ。あ、あの大丈夫です、あれで。はい、はい、あの切った髪の毛、僕ちょっとアートに使いたいんで欲しいんですけど、持って帰るのできますか。あ、できますよ。前髪を作ってまろやかな感じで前髪を作って、はい、前髪を作るってどの程度作るの。20cm 弱ぐらい切っちゃいますけど、いいですか。はい、では失礼しますね。あ、なんか顔ちっちゃく見えそう、髪短い方が。もうかなりさっぱりしましたね。出てますよ。え？チャクラ見えてますけど。おでこ出てる？はい。あのね、俺のチャクラこの辺だから。この辺隠れてない？その辺は隠れてます。ああ、大丈夫じゃない？どう？なんかキャラが変わりましたね。え、どういう風に？ちょっと寂しげな男になりました。なんだよ、その寂しげな男ってのは。よくわかんねえな。あ、わかった。でもそれは
ある意味当たってるかもね。やっぱりね、男はね、おっさんになるとね、寂しくなるんだよ。わかんないだろうね。失われていくものが多くてさ。それがにじみ溢れてんじゃないの？哀愁漂ってます。哀愁のカサブランカ？何ですかそれ。